今回の旅もこれで終わりです。ここまで来るのにかなり時間がかかりました。正直、他の動画を作るという寄り道なんてしないで、コンスタンスに作り続けていれば、もっと早く終わったかもしれません。ですが、ここまで行ってきたことすべてが今後に生きていくはずなので、無駄ではなかったと思います。さて、男の話を聞いても、あんまり面白くないと思いますので、ここら辺で終わりにしたいと思います。それでは最終回をお楽しみください。どうぞ。ある小型博物館に着きました。ただいま館内です。きっと撮影禁止なので音声のみでお楽しみください。ちなみに入場料は400円しました。何これ、何が重要なんだこの何写真撮りけーいいな。すげえ。
出まして、お供えに行きたいと思います。それでは、建設工事はアメリカの技術が用いられ、当時としては最新の技術。これから流すのがアイアンホース号という観光鉄道ですか、総合博物館内をの200メートルを走る SL の停車中の映像です。それではどうぞ。
やりました。バッグをゲットしました。見てください、これがそれです。どうですか？僕から感想はあえていません。皆さんのほうが感じてください。それではこの旅も終わりです。今までありがとうございました。それでは皆さん、また次の旅でお会いしましょう。さようなら。Time